はい、半分吐く、ゆっくりと。はい、じゃあお腹引っ込めて息吸って。なりたいぐらいにお腹引っ込めて。どこまで引っ込めたい？それは引っ込むかぎり。吐くときゆっくり、半分吐く。はい、息吸って。どん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 細くなる。はい、入って半分。はい、息吸って。引っ込めて、はい、半分吐く。はい、じゃあゆっくりと、ちょっと閉めたので、ゆっくり吐き切ってください。ほら、縮んでる。下？うん、ここ、うん、寝てたの。内臓は上がったやろか。そう、内臓が上がったんです。ずっと上げておくのはどうしたら。このまま上がったままです。注意しなくても何か注意した方がいい。自分の内臓がもう上がってるって思う、インプットさせたら上がったままですね。上がった、上がっとけよ。で自分でもこうやって息吸って、うん、引っ込ませて、で吐くときは半分吐く。吐き吸って、はい、半分吐く。なんでここでハーって吐いたらダメなのかって、そのままダランってなっちゃう。ああ、でも半分。はい、で息吸って、で半分吐く。もういいかなと思ったら、ここからゆっくり、まだ力抜かずに、ゆっくり息を吐き切る。で、次から普通の呼吸で。血が伸びる。血が伸びる。ここも確かにね、あった感じするもんね。そうそうそう。そこまで自分が細くしたいか。そりゃあ、そりゃあ。目標の女優さんとかいるんだ。それイメージしながらやっぱ、もっともっと聞きます。ああ、なるほど。なるほど。脳が忘れてるだけなんで。細かった時代よ。すごい。すごい。本当の私はこれって、そっちに近づくように、うん、細胞が動き出すんですよ。あ、セルフイメージを、そのいいイメージを高めて。そうです、そうです。姿勢が良くなる。姿勢がすごく良くなる。猫背もすごく、そうあれで、ね、うん、嫌な点だったんだけど。これが難しい。例えば、年配の方だったら、もう椅子に座らせて、もうこうやって背伸びさせて息吸って吐くだけでも随分ここは伸びるので、皆さん痛いからこうやるからお腹が縮むんですよ。で、内臓もどんどん低下するから、余計ダメですよね。背中も曲がって。息吸って半分、息吸って半分、息吸って半分、背中が伸びて、伸びて、ゆっくり吐いて、細く見えますけど、よく出さきられたね。でも本当に、すごく。で、ここ伸びたか。伸びたから。で、ここも、あれ、ストーンってなんか、首が長く見えるでしょ。首が落ちてる。肩がね、ちょっと、ほんまに楽です。よかったです。ね、ありがとうございました。